東海道、山陽新幹線とは、新幹線東京駅博多駅間の通称である。新大阪駅を境に、東側の東京駅から新大阪駅間が、東海道新幹線西側の新大阪駅、博多駅間が、山陽新幹線である。かつて各駅場内区間を除く全線を、日本国有鉄道新幹線総局が所管し、福山、三原間伊藤は、 総局直轄、福山、三原間引く新下関、小倉間は、広島管理部、新下関、小倉間博多は、九州管理部が管理していた。国鉄分割民営化によって、大阪鉄道管理局管内である、新大阪駅場内を含む、東海道新幹線区間の運営を、東海旅客鉄道が、新大阪駅西方場外異の山陽新幹線区間を、 西日本旅客鉄道が承継した。直通列車は定期列車だけで、望みが毎時3本、光が毎時1本運行されている。かつては小玉も定期直通運転が行われていたが、1999年に終了している。総延長は1 0 6 9 1トルである。キロポストは東京駅から。 博多南線を経由した博多総合車両所までの通算である。東海道、山陽新幹線は、並行する在来線の線像という扱いで設置されたため、国有鉄道線路名称においては、東京駅から新大阪駅から新神戸駅間が、東海道本線の新神戸駅国来駅間が、山陽本線の国来駅博多駅間が、 鹿児島本線のそれぞれ無名枝線として扱われ、営業上の路線名として、新幹線の名称が用いられていた。山陽新幹線岡山開業以降、山陽新幹線区間は、新幹線総局が、東海道新幹線と一括で所管し、営業上の路線名として公式に、東海道、山陽新幹線、または単に、新幹線の故障を使用し、東北、 上越新幹線開業後は、東海道、山陽新幹線が一般的となった。後の国鉄分割民営化では新会社の経営上、路線施設を新幹線鉄道保有機構が承継するため、並行する在来線との所属切り離しが図られたことから、民営化以降は、東海道新幹線、山陽新幹線が正式な路線名となった。しかし、東海道、 山陽新幹線が通称として社会に広く通用していることから運営を承継した JR 東海、JR 西日本とも列車運行の実態に即した営業上の路線名として用いている。2020年3月現在、新大阪駅をまたぎ、東海道区間、山陽区間で完結しない列車としては以下の速達系列車が運行されている。なお、 小玉は1999年10月のダイヤ改正で静岡駅岡山駅間運行の一往復が新大阪駅で系統分割されたのを最後に直通運転を行っていない。また東京駅博多駅間を直通運行する光も2003年10月のダイヤ改正で望みへの種別変更により消滅している。国鉄分割民営開港。 新大阪をまたぐ列車については、乗務員はすべて新大阪駅で交代し、東海道新幹線区間を JR 東海の乗務員が、山陽新幹線区間を JR 西日本の乗務員が担当する。車両は JR 東海、JR 西日本の車両が相互に使用されているが、東海道新幹線の運行形態に揃える形で16両編成のみが使用されており、 2010年に500軽電車が望み運用から撤退して以降は座席数を1323席に統一した車両で運行されている。運賃は営業キロに基づいて算出する。運賃計算を行うマーズシステムによる乗車券の経由表示にはすべての新幹線で新幹線と記載される。営業キロ、運賃計算キロ算出に際しては並行する。 在来線と同じ路線として計算するが、中間駅が並行する、在来線上にない品川駅小田原駅間、三島駅静岡駅間、名古屋駅米原駅間、新大阪駅西明石駅間、福山駅徳山駅間、及び並行する、在来線と、運賃体系が異なる新下関駅、博多駅間については、在来線とは別の路線として計算する。なお、 マーズシステムで発見された東海道、山陽新幹線区間を含む乗車券においては、新幹線と並行する在来線とで運行会社の異なる、東京駅・熱海駅間、前原駅から新大阪駅間、新下関駅博多駅間について、新幹線経由か否かを表示する12マスの資格を表示する欄が設けられており、新幹線経由は、在来線経由は、 その区間を含まない場合は、お示すことになっている。例えば、東京駅から新大阪駅間であれば、前原駅博多駅間であれば、と表示される。特急料金、グリーン料金の算出にあたっては、国鉄時代の取扱いを踏襲した関係から、会社ごとの特急料金を合算する、九州新幹線、北海道新幹線や、会社をまたがる場合に定額を加算する。 北陸新幹線と異なり、会社をまたがる場合でも、加算額のない一連の新幹線乗車区間の営業期労に基づいて料金が設定されており、三角表と称するものにより、各駅間個別に定められている。ここでは、東海道、山陽新幹線に存在する全駅の駅名と、主要な駅のキロほどのみを記す。各駅のキロほど、停車駅、接続路線、 所在地などの詳細については、東海道新幹線、山陽新幹線の各記事を参照のこと。内は起点からの10キロ。駅名におつけた駅は、東海道、山陽の両新幹線を直通する定期列車が停車しない駅。東京と山陽各県との間は、航空路線との競合にさらされているが、2005年の国土交通省の分析によると、 東京からほぼ同距離である山陽地域と北東北地域、南北海道地域を比較すると新幹線が整備されている山陽地域の方が鉄道の分担率が高く東海道、山陽新幹線が鉄道のシェア工場に一定の役割を果たしていることを示している。東京岡山岡山空港のジェット化が比較的遅かったこともあり新幹線は 航空機に対し7割を超えるシェアで押していたが、2000年2月に航空法が改正され、航空会社がより自由に運賃を設定できるようになったこと、車社会の岡山においては、パークライドが岡山空港の方が容易であることもあって、新幹線が急速にシェアを落としていき、2003年には50%を割った。しかし2003年10月に、 品川駅が開業し、東京・香山の望みが1時間あたり2から3本になってからは、シェア回復傾向であり、近年では6割程度のシェアを確保している。東京・広島、福山新幹線と広島空港発着の航空機のシェアは1993年度には57、43であったが、1995年に阪神・淡路大震災で、 山陽新幹線が普通となった影響や、その復旧後も客足は新幹線へ戻らず1996年度には53、47と減少。1997年度は回復したが、以降の客足は航空機に流れて減少の一途をたどり、2002年度には38、62となった。2003年10月に東海道新幹線の品川駅が開業し、 東京広島間の望のみが1時間あたり2から3本へ増発しない1本が福山駅に停車、望みの特急料金を値下げして自由席を設定するなどの効果で2003年以降は徐々に新幹線のシェアが回復して航空機のシェアは減少を続けており2008年度は新幹線が11年ぶりに50%へ回復した東京福山では 2006年9月から、福山駅岡山空港間にリムジンバス、モモッチライナーの運行が開始され、東京岡山便との競争が期待されたものの2008年1月31日をもって、モモッチライナーは、需要が伸びず廃止された。JR 西日本広島支社がこの区間の利用者向けに2007年6月と7から8月の2回、のぞみ DVD 無料レンタルキャンペーン。 2008年2月から3月は、のぞみ、DS キャンペーンと少子 DVD やゲーム機の無償化し出しを行っていた。東京山口新幹線と山口宇部空港、発着の航空機のシェアは、2001年3月に山口宇部空港の滑走路延伸が行われて、機材が大型化、翌年にはダブルトラック化も行われたことで、山口宇部空港の利用客が急増。 JR のシェアが3割を割り込むほどに急減する。その後、新山口駅、徳山駅への望み停車開始などもあり、JR がシェアを微増させ、2012年には41.3%に達したが、その後航空便の拡充などもあり、2018年のシェアは再び3割を割り込んでいる。この区間は 1050km 以上の長距離となり、 新幹線での所要時間が5時間を超える上、福岡空港へのアクセスが非常に良く、羽田福岡間には LCC を含む各社により、多数の航空便が運航されており、この区間では航空機利用が圧倒的に優勢である。2017年度の JR と北九州空港、福岡空港発着の航空機のシェアは7、93で、この比率は年次変動がほとんどない。 2005年度の JR と航空のシェアは、おおむね3割、7割程度で推移していたが、望みはやく往復切符や、エクスプレス予約などの割引サービスの充実、さらには2006年3月のダイヤ改正における、望みを1時間に2本へ増発し、始発列車や最終列車の増発や時刻変更で、中京地区から福岡での滞在時間を増加させるなど、利便性の向上などにより、 JR のシェアが徐々に増加し、2009年にはシェアを逆転している。JR 東海は2006年春から中京地区で九州行くなら新幹線、キャンペーンを展開し、対抗して全日本空輸もビジネス特割の設定や、イコ、丘、福岡キャンペーンを展開し、中部国際空港福岡便を増発している。一方で日本航空は2008年度に、 中部国際空港福岡便を廃止し、県営名古屋空港発着の便に一本が、2006年3月に、就航した名古屋空港北九州空港便が2007年4月に、運休したのに続く、両地域間の航空路線の縮小となった。ありがとうございます。